はい、俺とヘナーレは同じ目線で戦ってる。だからこのリーグ戦中に必ず進化する、うん、チームとしても個人としても Go my next stop Got you my god You hit like a train Come on One more coach よっしゃこれは大きいっすよよし2勝目昨日ちょっとねつまずいたけども今日で2勝目ですよこれでありがとうがっちりやねやっぱ、つまずいたけどやっぱりもう一回、負けられない毎日が負けられない戦いです、このダークリーグ毎日公式戦で組まれてるし1試合目だろうが3試合目だろうが俺たち天候地の今の全てを出すしかない、今日も棚橋とヘナーレ、意外とやるよなってあの2人はどんなコンビネーションかと思ったら意外と、食いついたから、危ない場面あったんですけど、そんなもんでね俺らが負ける、要素はこれっぽっちもないと思ってるから自信満々で、最後は個人にがっつり一発決めてもらって、気持ちよかったですよなあ、ありがとうコジそのままもういっぱいもできひんと頑張りましょうなあ頑張りましょういっぱいしたらどうする知ってわかんないっすあかんやんか絶対勝とうでおいわかりましたなあ最後は優勝わかりましたうん、俺らが誰か、はい、誰が優勝するかうん、俺らがね、するわけないって思ってるかもしれんけどでもひっくり返しちゃうかってなあコジありがとうございましたありがとうございましたはい今日は勝ったからこそ相手言わせてもらうよああ俺たち天候地に勝ち負けなんて関係ねえんだな勝ったからこそああ今言ってやるよ俺たちに勝ち負けとか優勝とか準優勝とかはっきり言っちゃえばそんなのも関係ねえああだったら俺たちが天候地にいる意味がないんだよな俺たちが天候地にいれば優勝も飛び込んでくる俺たちが天候地にいればチャンピオンベルトもいつか取れるようになるそういうチームだからああ今更この大会に優勝しますとかもう負けませんとかそんなちっちゃなことで俺たちはプロレスやってないんだなもっと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 壮大なプロレス界のもっともっとスケールのでかいいろんなこと考えてやってるんだなこんなリーグ戦に優勝当たり前じゃないか俺たち天候地はだからこそ20年も今こうやって生きてるんだそれだけだ